最近、共産党と強いつながりがある二刀流目の様の、かまってちょうだいムーブ、略してかまちょムーブが、すごいです。夢のは一時期おとなしくしていたんですが、最近また大暴れするようになりました。一体何が目的なんですかね。炎上してコラボにヘイトを集めることで、WBP から注目をそらしたいのでしょうか。5月20日に配信された朝日の記事では、河合雄介様について取り上げられていました。しかしその河合様が、過去にコラボの活動に対して、差別的な言動をしていたことが指摘されて、一部の方が大騒ぎしたという流れです。現在、朝日の記事は公開が終了し、訂正とお詫びの文章が掲載されています。一部引用します。改めて確認したところ、差別的な発言があり、河合氏は一連の言動についてその場でも、その後のツイッターでも、けなすような過激な発言をしたのは大人げなかった。不適切だったと述べました。取材の過程でそうした言動について把握しておらず、配信前の確認作業でもチェックできませんでした。記事は選挙への取り組みに焦点を当てた内容でしたが、こうした言動を把握しないまま報じたのは不適切でした。寄せられた指摘を重く受け止め、記事の公開を終了しました。深くお詫びするとともに、今後、再発防止に努めます。ちなみにセブンナイツの太田恵子弁護士は、この訂正とお詫びにも不満があるらしく、次のようにツイートされています。この河合市議の、コラボに妨害などしていないので名誉毀損である拡散希望、というツイートも合わせてこの記事の中に入れないと、たかも河合市議が本当に反省の弁を述べたかのように、朝日新聞読者を誤解させますよ。自分たちのミスを指摘されると、女性に対する攻撃だ、と大騒ぎするくせに、他人のミスは厳しく追及するスタイル、まさに弁護士の鏡です。夢のも訂正に納得していないらしく、こんな怒りのツイートをしておられます。記事削除されお断りがお詫びになったようですが、お詫びの中身もひどく、バスカフェ突撃により直接的な妨害行為をし、差別発言を繰り返したことを開き直り続けている、それどころか反省したふりをする投稿をして撤回する、などして炎上を狙い知名度を上げることに利用している。朝日の記事でもあえて知名度を上げるために活動していることが書かれていたにもかかわらず、差別発言や妨害の扇動については記事で触れられず、河合議員本人が反省したかのように書いてます。という感じで、散々擁護記事を書いてもらった、朝日新聞となぜかバトルを開始しています。もう怪しさビンビンですよ。あとなんか、毎日新聞とも揉めていますね。長いので読み上げはしませんが、散々擁護記事を書いてもらった毎日新聞にも、お気持ち表明しています。全方位を敵に回していくスタイルですか。これは戦闘モードの夢のに、移行した可能性がありますね。そもそも夢のは前々から、何をやるにしても炎上商法なんじゃないか、という節があります。少し前の東京都とのプロレスにしたって、明らかに合理性を欠いた行動です。東京都から事業委託を受けているコラボからすれば、東京都を敵に回して良いことなんて一つもありません。今回の件でも仲良しの左派マスコミを、わざわざ敵に回す必要は全くないわけですよ。以前から指摘されている通り、WBP を守るために、コラボがデコイになっているという可能性もあります。ただ夢のは元から、自分が世話になっている団体が相手でも、よくわからない理由でイチャモンをつけることがあります。夢のの2022年10月のツイートがこちら。赤い羽中央共同募金会さんには、コラボも大変お世話になっているけど、おじさんを中央に集めて一番端に若い女性、その内側に NPO 代表の女性と若い男性俳優というこの図は性差別社会そのものを表していてドン引きする。女性を花のように添え物のようにおじさんの引き立て役として使わないでほしいし、SD グスとか言いながらのさすが日本って感じ。男性4人は旗を持って中央のグループにいて、女性は全員その外側で少し下がって、手を揃えて並ばされている。赤い羽から助成金をもらっておいて、この言い草ですからね。夢のとはこういう人物です。なので夢のが本心で何を考えているのかは、ちょっとわからないですね。夢のについて知れば知るほど、彼女の言動が全て演技に見えてきて、余計にわからなくなります。最後までご視聴ありがとうございました。